にちは。船井総合研究所の朝日と申します。本日は美容活性化で月500万円を目指す方法について解説いたします。というのもですね、皆様現在ご覧になられている先生の中にはですね、皮膚科クリニックの今後の展開として美容の拡大を考えている先生でしたり、それから美容の拡大に着手したけどなかなか伸び悩んでいる先生というのもですね、いらっしゃるのではないでしょうか。そのような先生方はですね、ぜひこの動画を見て実際の現場に落とし込んでいただけるといいんじゃないかなというふうに思います。ということで、今回お伝えするビジネスモデルは自費診療、医療脱毛、シミ治療導入で月間500万円を目指すビジネスモデルとなっております。こちら、皮膚科クリニックにおける4つの成長ステップをまとめた表でございます。皮膚科クリニックはですね、こちらの表のように4つの成長ステップを描きます。まずステップ1は年商6000万円、1日の来院人数は70人から80人。こちらはですね、おおよそ開業して1年から2年で到達できるケースが多く、主な経営課題は習慣、それから保険診療の効率化である段階でございます。次にステップ2は年商1億円で1日の来院人数は110人から120人。習慣対策が軌道に乗り、1日の診察人数も安定してきて、主な経営課題としては保険診療効率化という段階になってきます。次にステップ3は年商 1.5 億円で1日の来院人数は130人から150人。保険診療の効率化が進み、ドクターは保険診療で大変忙しい状況、つまりですね、ドクター1人で回せる保険診療の限度となってきます。そのためですね、ここが自費診療売上拡大を目指すステップでございます。最後にステップ4は年商2億円以上で保険診療の効率化、自費診療売上拡大が進んでいて、自費診療の効率化でしたり分院展開を考えるステップとなってきます。本日ご説明する自費診療売上拡大はですね、ステップ2、ステップ3の年商1億から 1.5 億の先生方にぜひお伝えしたいビジネスモデルとなっております。では、まず現状先生方はこちらにあるようなことを思い当たる節ございませんか。保険はもう限界じゃないかでしたり、保険点数の引き下げやらカットやらで不安、スタッフだけでできることはないか、より患者様を幸せにできないか、皮膚科が成長期とは知っているけど何に投資すればよいかわからないと、おそらく思い当たる節はあるかと存じます。確実に押さえていただきたいのが、皆さん、おそらくご存知の通りこちらの5番目ですね。こちら、セミナーでも少しお話しさせていただいておりますが、皮膚科は、成長期に分類されます。つまりですね、積極投資が圧倒的に、大事なポイントとなります。もちろん、何に投資するのかという話になってきますが、一つの選択肢として自費診療を拡大していくというのが一般的な流れでございます。というところで自費をどう拡大していくのかについてここから見ていきたいと存じます。まずこちら、自費診療の売上公式でございます。月間売上イコール時間単価×ベッド数×稼働率×月間診療時間数となります。ここでですね、時間単価は平均で3万円程度と相場感が決まっておりますので、ポイントとしてはいかにベッド数を増やすか、それからいかに稼働率を増やすかという点になってきます。つまりですね、自費診療の業績アップの肝は機械、人、部屋、広告にどれだけ投資できるかということになります。より具体的に言えばですね、稼働率を上げるために施術スピードが速い脱毛器やシミ治療器、施術する看護師の数、ベッド数、ベッドの部屋数、リスティング広告というところになってきます。自費500万円を目指すのであれば、ベッド数はおおよそ2台、リスティング広告は10万円から20万円かけていく必要がございます。ここでですね、私冒頭から当たり前のように脱毛とシミ治療で売り上げを上げていくという話をしておりますが、なぜ脱毛とシミ治療を強化するのが良いかというお話をしたいと思います。理由といたしましては比較的シンプルでして、こちらに記載のあることが理由となってきます。
医師の介在が少なくて他のスタッフのみでの施術が可能、治療結果が分かりやすく満足度を担保でき、スタッフが進めやすいこと、脱毛は春夏、シミは秋冬と、繁忙期と閑散期の売り上げが、補い合えること、医療脱毛は難しい診断力が問われないので手がつきやすいこと、シミ治療は乾板診断など少し手につきにくい分、競合も少ないというところになってきます。つまりですね、参入障壁が低く、売り上げを確保しやすいというところが大きな理由となってきます。こちらは、医療脱毛シミ治療を導入した場合の月間500万円を実現する数値シミュレーションとなります。こちらのシミュレーションでは1年目に脱毛期800万円、美容ホームページ制作100万円、合わせて900万円投資し、2年目に吸水チアグレーザー400万円、3年目 IPL600 万を投資する計画としております。シミュレーションを追っていきますと、1年目で月100万円、2年目で月300万円を確保していけば、1年目の投資額900万円は2年目には投資回収できる計算になります。3年目には自費診療で立派な売上柱を形成していけることとなっておきます。まあ、とりわけ注目していただきたいのが、ホームページ制作の部分でございます。まあ、おそらく先生方ですね、何らかのホームページを持っているかと思いますが、まあ、クオリティに富んだ美容のページを充実させていく必要がございますので、100万円はいかないにしても、しっかり手をかけていくことをお勧めいたします。まあ、我々の、コンサルティングの中でも比較的重要なフェーズとして、徹底してお手伝いさせていただいている、部分でもございます。まあ、ではですね、具体的にどのように自費の商品を作り、打ち出していくかというところになりますが、本日は、3つご紹介させていただきます。まず、料金設定です。医療脱毛シミ治療を導入する際の、料金設定で留意することは、2点ございます。1点目は、料金設定は回数、機器、時間あたり料金、競合状況をもとに判断すること。2点目は、治療ハードルを下げる、またはコースを受けることが前提の料金設定とすることが大切となります。例えば、医療脱毛ですと、低単価単部位プランを訴求し、コース契約や、広範囲プランへ誘導を行うこと、シミ治療であれば1回お試しプランなどから IPL5 回プランなどへのコース契約への誘導が、大切になってきます。次に、習慣対策について見ていきます。こちらいろいろな習慣方法がある中で、新規向けと、既存患者様向けの2つに分け、さらに、ウェブかアナログかで分けて、その優先順位を色で分けたものとなっております。優先順位が高いものから、黄色、緑、青となっております。まあ、特に重要となってくるのが、ホームページになります。まあ、実際にですね、患者様の LINE 経路をたどると、約9割ほどがホームページからの流入という結果になっております。まあ、ただですね、ホームページのクオリティを高めるだけでは良いというわけではございません。というのもですね、そもそもホームページが見られないと意味がありません。ではですね、どのような対策をしていけばよいかというところを見ていきます。こちらですね、患者様がインターネットで、クリニックを探す際の流れを表した図となります。脱毛やシミ取りに興味のある患者様は、まずインターネットで検索し、検索結果に出てきたホームページやポータルサイトに飛びます。そしてですね、そこから、予約や、LINE につながるという流れになっております。まあ、そのためですね、SEO 対策や、PPC 広告を活用して、検索順位を上げることがまず必須になってきます。まあ、そしてですね、ホームページのクオリティも同時に必要となってきますので、そちらも対策していただいて、患者様を予約へつなげるというこの一連がですね、習慣対策として重要になってきます。では最後にですね、カウンセリングの際に留意することについてお話しさせていただきます。ポイントとしては、こちらにございます通りですが、とりわけ5番目のコース契約を獲得することを意識することについてご紹介させていただきます。こちら正直ですね、ビジネスの要素が前面に出ていて、ちょっと気が引けるようにも見えますが、
実際ですね、コース契約をしないとですね、なかなか結果が分かりにくく、患者様の不満を買ってしまうことというのもあるかと思います。まあ、そのためですね、しっかり結果を感じていただけるようにコースで促すことが、まあ、ウィンウィンの関係を築き上げですね、リピートにもつながってくるかと存じます。こちらはカウンセリングの流れの一例となっております。こちらにもございますように、1回目の治療後と5回目の治療後の写真を見せていただいたり、それからコース料金の割引率というのをお伝えしてコースに促すことがポイントになってくるかと存じます。はい、今回自費診療、医療脱毛、シミ治療導入で月間500万円を目指すビジネスモデルを解説させていただきました。まあ、前半でも申し上げましたが、皮膚科、美容皮膚科は成長期に分類されます。まあ、ぜひですね、この好機を生かしてクリニックの事業拡大を実現してまいりましょう。ご清聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。今回のビジネスモデルに関しては概要欄からも詳しい情報をご覧いただけます。今後もさまざまなビジネスモデルを紹介していきたいと思っておりますので、ご関心のある方はぜひチャンネル登録お願いします。 Thank you.